だるいもんです。今日はこれからブルキャンに向かいたいと思います。ちょっと朝早いのでぼーっとしていますが、今日もダラダラとこんな感じの Vlog を始めたいと思います。そして今はちょっと富士山を見に来ました。富士山がすごい綺麗です。こんな感じの綺麗な富士山です。今日は一日晴れそうですね。さてと、これから麓っぱらに向かいたいと思います。富士山と鹿すごいっすよ。なんかいい絵になりますね。今日はなんか本当雲一つない感じですごい綺麗です。こちらから見る富士山もいい景色ですね。手前のススキ映ってるかな。うわ、なんかすごい紅葉してる。赤色が綺麗ですね。ずっと取られてた。ただいまみんなで場所取り中です。うちの奥さんもなんか手袋して肉食う気満々ですよ。いや、手伝ってあげようじゃあセットしてください。焼肉だるいもん開店の記念着火はピーターさんにやってもらいたいと思います。ありがとうございますいや、やっぱ遅刻しないで来たらいいことあるなこれってあれですよね、いつも Vlog で。そうです、そうです。そういうことか。やった。あ、なんか全然できてないだと。すごい、こんなんでやりました普通にやりましたあ、焼肉だるいもん天下ピーターさんこれ今より回転です嬉しい。いただきます。乾杯。あ、そうか、お茶か。お茶ですよ。お茶で乾杯です。めっちゃうまい。うまいな。朝ビール最高。朝ビール、この間平日ビール最高でしたけど、朝ビールもうまい。朝ビールも火をぶちまけたいと思います。すげっすね。あちち、あちち。わお、すごい。さあ、あれですよ、グルオンに飯テロですよ。うめえぞーって。ちょっと遠火でいきますか。はい。そうですね、もうちょっと。待て。待って、まだ焼けてないから。間違いにまだ食わない。いや、喜んでもらえて嬉しい。肉が蜂蜜の味がする。やっぱりうまさじゃない。はい、お待たせしました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は来ました。すげー寂しかったです。お疲れ様でした。いつも2人いるんだけど、いやー、みんな喜んでくれて嬉しいわ。買ってきた甲斐がある。最高、よかったよかった。あ、幸せ取れてる。
赤いのついてる。あれすっごい聞こえてましたよ。そう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 、あれ内蔵マイクです。あれだってこうやって喋ってる。あ、そういうことですよね。いや、あんだけうるさい会場でじゃないとやばいなと思って、もう本当にこのスピーカー元でこう喋ってながら。それでもやっぱり結構拾うんですよね、やっぱり周りの音が。すごい、すごい、すごい、勢いがすごいね。なんか煙が出てる。行きますよ。おおすごい、すごい、できてる。焦げてない、すごい、すごい、焦げてる。味が分かんないですよね。でもこれ食べてみて、これ子供らこっちの方が最初だったんで。よいしょ。うわ、これはいいんじゃない。断面、断面こんな感じ。おすごい。よいしょ、うん、うまそうだ今ね。そう、ちょうどありがとうございます。全然わかんない。おー、ホタテできました。ちょっといただきます。じゃあどれが、ちょっとじゃあこれにしようかな。あ、でもこのまま食べた方がいいか。いただきます。うわ、うまそう。見てほら、これいただきます。うまい、マジうまい、これ。マジうまい、最高。じゃん。じゃあもう一回テレレレテテンからお願いします。これです。新しい今回の装備。これ義理のお父さんから譲り受けたことにずっと無ない。これでお願いします。どれですか。まあ、全てくっついてます。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶり。お久しぶりです。本当お久しぶりです。すげーカメラに。あ、海鮮。今日は初めまして。初めまして。だるいもんですと。ついにテントが立ち始めます。じゃあ皆さん乾杯。高木さん、トーンを後でしようと思ったんですけど、ちゃんとターン取ってきましたよ。なんか薪に斧が刺さっていい感じ。だって寒いもん。そう、火がで起きてるから、火が、うん。あ、なんかすごいぞこれ。あ、これで吊るしにこうやるんですね。すごい。あ、そうやってやるんですか。あ、マイさん、もう一回やってもらっていいですか。出た。出た。ちょっとそれっぽい感じ。吊るすところが。すげえ。そうやってやるんだ。おお。寒くなってきましたね。富士山もだんだん赤くなってきましたし、お肉もいい感じに吊るし肉できてきてますよ。しかし私はそろそろ帰らなくてはなりません。息も白くなってきました。寒いです。そして今までシャッタースピードを何も気にせず撮っていて大変なことになってました。まあ、今やっと気づいて60分の1に戻しました。マジで寒い。
ワニさんが、ワニさんが。わからない。では皆さんお疲れ様でした。じゃあまた近いうちにどこかで。では失礼します。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまた近いうちに。あ、来てください。確かに。次藤枝で。ご夫婦で来てください。じゃあ、この時。またじゃあ近いうちか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ワタさんによろしく。歩いてたみたいです。歩いてたかも。分かんなかったです。じゃあ帰ります。はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。いやー、今日もキャンプ楽しかったです。そして出口はどっちですか？左に曲がるのね。曲がれない。あ、今日も楽しかった。ちょっとね、寒さがきつかったんですが、まあ楽しかったです。うん、楽しかったね。まあ、お肉も美味しかったし、みんなとあれもできたし、なんだよあれって。にしてもなんか煙すっごいな。端っこまですごいね。うん。ヘッドライトの点灯を確認してください。なんか最近ああいう六角形のあれが流行ってんのか。富士山も綺麗ですね。今日はもうなんかいい感じです。今日も一日お疲れ様でした。今日も一日グダグダのだるいもんです。そしてこれから帰ってあったかいお風呂に入って寝たいと思います。今日も一日お疲れ様でした。何回お疲れ様だ言うんだ俺。まあね、今日はとても楽しかったです。いやでも寒かった。昼間暖かかったんですけど、途中からすごい寒くなりましたよね。なんかグタグタなので、この辺で終了したいと思います。お疲れ様でした。ではでは、またね。バイバイ。